おはようございます。キレット回します。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。なんか一瞬噛みそうになった。久しぶりの収録ですよ。というわけで今回ね、久しぶりの収録になるわけですけど、前回がバトルマスターと賢者を解放しました。というわけで今回はね、そろそろちょっとやりましょう。さあマイクマン、待たせたな。マスタークラス大会、大会に参加するフレッシュマンを全部クリアした俺、マスタークラスで勝負じゃ。最強モンスターマスター決定戦。いやー、ついにですよ。まあね、過去にモンスターマスターの動画は出してると思うんですけども、いよいよちょっと最強モンスターマスター決定戦挑んでいきたいと思います。まあもともとね、モンスターマスターは僕もうずっとやってたんで、モンスターマスターの有職者って言うべきですよ、もう。何急に溺れてるの。なんでちょっと負けるわけにはいかないですね。もうまずこれいきます。お願いします。いやー、どうだろうな。おー、いいね。よし、さあ、いいね、このベビーかっこいい。びっくりサダン。おー、すげえ、ガチだね。うわぁ、ギガントドラゴン言った。おい、ガチやめろよ。急にガチパンやめろ、おめえら。おめえら、急にガチの戦いを始めんのやめろよ。レディース&ジェントルメン、バトルのファンの皆様、ついにマスターアンクラス大会やってまいりました。ここに、最強モンスターマスター的決定戦の開催宣言いたします。最強は俺だ、一発で勝ってやる。いや、モリーさん、もう最強なんてね、もう、決めなくても分かってんですよ。おぉ、今日は僕はもうね、マウント取ってきますよ。エリスギリのプレイヤーたちによるハイレベルの戦いを期待してるぞ。まあでも言うてね、もちろん負ける可能性もどんなパーティーでも負けるからね。最強モンスターマスターの称号を目指すファイトですよ。了解です。ひなちゃん、ひなちゃん、行こうよ。お互い負けるわけにいかねえわ。ブーヤ、おい、ブーヤ、どうした。ひなちゃん、転職の大変だもん。そうだよ、99だよ。魔物は使え、99の下積み時代はみんな超えて。さあ、行きましょうよ。いや、モンマスだからさ、何が来ても強いんだよね。何のモンスターが来ても強くなる。さあ、リリーパッド、軍隊ガニ、プテラドン。なるほどね。これは面白そうなパーティーです。そう、相性なんて発動しなくても、モンスターマスターの称号でもうとにかくバッて上がるから、能力が。だから、どんなモンスターでも強いんだよ。行きましょう。行くぜ、スタッチ、マイリベリー、キースドラゴン。HP、山ダンジョンチーム。そしてマスタードブスケン2体登場です。相性によってヒットポイントがアップしたぞ。2411、低めならちょっと低めなんだよね。モンスターマスターの能力によってモンスターがさらにパワーアップしたぞ。行きたいます、行きたいます、行きたいます、行きたいますって言ってた。行くぜ。さあ、どうしようかな、これ。とりあえずまあ火力出していきましょう。さあ、モンスターマスターレベル40、向こうはこっちはもう99なんでね、マウントを取られるわけにいきません。こっちが逆にマウント取るぜ。いくぜ。何、避けられていく、開幕避けられる、出だし悪い。さあ、スターキメラ当たれ、オッケー、火力上昇、火力高いね。そう、スターキメラマスターダブル剣でだいぶ火力上げてあるからね。さあ、向こうのツイワームがどれぐらい効くか。いやー、やっぱ狙われるな。いや、痛いな。結構強いぞ。平均程度の火力出していく。さあ、ジュラハンことマイルベリー、ドラムクラッシュに行く。避けられていく。何をしてるんだ、おめえらは。2体、3体中2体が避けられるという。あまりにも軽い。嫌だ、これ。やばい。眠りのやばい。うわっとー。軍隊ガニ強えんだよな。軍隊ガニは強い。ストライクアロー。あー、痛い、痛いよ。
こっちの攻撃があった、向こうが回率高いんで全体的にね、確かに。え、スペシャルカード使っていく。何使う？スペシャルカードを発動。また珍妙なもの。さあ、ハイブさん剣で素早くなっていく。さあ、スタッチ頼むぜ。おら、いいよ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 、ひっくり返していく。軍隊がひっくり返す。さあ、物理的行動不能。うっ、避けない。しかしで状態陣をつかなかったらナイスナイス、いくぜ。挑みなさ、せーの、はい。どうじゃ600。さあ、これが大差に当たればもう勝ちです、ほぼ。 OK、 大丈夫、もうこれであとはもう詰めるだけですよ。スペシャルカードで詰めて終わりです。話になんねえな。弱えな。おっと、ハヤブサ攻撃、スペシャルカードの効果に2回攻撃しました。なんと弱えな。ジュラハン24ってどうなってんだよ。スクルトもうね、何しても無駄ですよ。もう無駄っすよ。ハヤブサに2回スクルトしようが、もうね、 HP が300の時点でもう無駄なんですよ。もうここはもうあとはね、ギガデインで進めて終わりですよ。スペシャルカード発動。これで固定550与えて終わりです。バイバイ、お疲れ様。はい。話にならねえわ。まずはね、順調に2回戦ね。はい、いいな、チームとっても強そうだぞ。そうだね、まず、お、ブーヤには、そうだね、大好きな悪魔系モンスター、ブーヤもヒナもね、だから準決勝とかもちゃんといるんだよね。準決勝にブーヤだと思うから、頑張るわ。え？え？なに、トーナメント表はヒナちゃんが先になってんの？さあ、2回戦行きましょう。さあ、どんなパーティーで来る？ビッグ、うわー、こいつ全員カウンターチームじゃねえか。うーわ、こういたいた、こういうやつな。もう全員ね、攻撃を受けるとカウンターするっていうパーティーですね。やってんな、こいつら。じゃあ、まあ、そっちがその気ならしょうがありませんね。単体攻撃が強い。キャラたちで行きましょう。 HP の差を見せてやるよ。ではカウンターが向こう主体なんで、それに耐える HP を用意します。行きましょう。今のドラゴンはドラゾンビ、 HP をよくご覧あれ。高耐久3369で増強です。さあ、この HP お前らは超えられるのか。さあ、向こうは全員カウンター、全員カウンターの可能性があるので、こちらは全体攻撃をほぼ縛られている状態ですね。さあ、行きましょう。 HP の差は1000出ています。まあ、これがね、まだこんだけじゃ分かんないから、向こうがスペシャルカードで何か使ってくる可能性もあるんで、なんとも言えないです。まあ、とりあえずはね、耐える HP を用意します、こっちは。さあ、お前ら何する？おっと、早い。何する？さあ、まずカウンターの構え取っていく。スモークグル、挑発。攻撃するとカウンターです。さあ、さらにビッグアイも動く。おっと、様子見ていく。これはカウンターの構えですね、こちらも。攻撃するとカウンターします、なんと。そう、イエティも先に置く。挑発、攻撃するとカウンターの、超名だ。もう、なんなんだよ。だから、これ全体攻撃をうっかりしてしまうと、3体から食らうんで、もうそれは分かってるからね。なので、単体で攻めます。さあ、連合撃いきます。さあ、いきます、よいしょ。さあ、カウンター食うぞ。さあ、カウンターが絶対に飛んできます、ここの時点で。150なら、あまり効いていない、これは。いいね、いいね。さあ、ドラゴンゾンビが、ゆっくりと近づいていく。骨の雨が、いくぜ、ガラガラガラ。ドン。さあ、ビッグアイが反撃します、今度。泣き出す。本当に泣き出しては、もう、わー、ちょ、なー、てめえ、痛恨出しやがったな。さあ、イバラッチいきます。210効いていない、あまり。さあ、イバラドゴムに反撃します。いやー、めんどくせえ、こいつらめんどくせえな。
モンスターマスターの高い能力で反撃してくるから、そう。モンスターマスター得意の高い能力で反撃してくるからね。さあ、スモコグル再び挑発の構えを取っていく。なかなかですよ、このパーティーは。狙ってますね。使ってた、使ってた。いたいた、こういうパーティーって思ってます。だから、両方全体攻撃の場合、やばい。本当に。締め付けます。イバダゴン。よいしょ。いや、避けられてんだよな。お互い意味ない。お互い避けたらお互い意味ないよ。いけ！よし。いいダメージ取ったね。しかも、イエティはカウンターカメラしてないね。いきますよ、骨の雨。おおさあ、ミエティは何をした？スノーボール、攻撃に出た。スノーボール、おおと口から雪玉が。ほう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 。まあ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 、まだ。お互い戦況読めない。3ターン。だから向こうは何を、スペシャルカード待つか、来た、向こうが先に使ってくる。あ、なるほどね。なるほど。おっと、誰もカウンターをしていないぞ、これ、多分。相手、向こうカウンター誰もしてない。OK! ナイス！イバッチナイスよ。これで相手の行動を一旦封じた。これはでかい。マジででかいぞ。いくぜー！いいよ、いいよ、いいよ、いいよ。冷たい気。ただ、向こう勇気、ワンチャン向こうの勇気が溜まってる説あるか？そう、HP がいくら高かろうと、向こうが勇気溜まってたら負けだからな。賢者の意志っていうのは結構余裕ある行動だからな。OK! 溜まってない、舐め回して。煉獄切れます。はい！ナイス！ナイス！オッケーオッケー！アッキーラッキー！さあ、ラストは、終わりでーす。スペシャルカード発動。どんだけカウンターあろうとね、 HP が低すぎんだよ。そのパーティーの弱点は、そのパーティーの弱点はね、灼熱攻撃に弱すぎんだよ。だからドラゴンライダーがめっちゃ刺さりました。その結果350とか出てるから。で、カウンターの攻撃ドラゴンライダー150ですね。もう見て分かったわ。お前ら灼熱に弱すぎんだよ、その3体は。